南海電気鉄道南海フェリー徳島港に停泊中のフェリー愛和歌山港駅から見た港。右から左に向かって連絡橋が伸びている。写真には映っていないが、手前の道路もまたいで駅に直結している。徳島港ターミナル南海フェリー株式会社は日本の海運会社である。紀伊水道に和歌山市と徳島市を結ぶフェリーを運行している。 本社所在地は、和歌山県和歌山市港2835番地の1、南海電気鉄道の100%子会社であり、南海グループに属している。和歌山港側のみ鉄道路線と連絡している。かつては、徳島側の発着港であった小松島港でも、国鉄小松島線と連絡しており、本州側の南海線と四国側の国鉄線をつなぐ。 鉄道連絡船として機能していた。また、1998年の明石海峡大橋開通により、本州と四国間の移動が、和歌山県経由主体から兵庫県経由主体に移行するまでの長年にわたり、南海フェリーと南海による徳島和歌山、大阪南場間の連絡は、南海四国ラインと呼ばれ、徳島と大阪、さらには大阪府伊東における、本州の 各都市間の主要なルートの一つだった。四国側の連絡路線である国鉄小松島線が1985年3月に廃止され、また、周辺の交通環境が大幅に変わった近年でも、フェリー乗り場と事実上を一体化した和歌山交易の構造が残され活用されているほか、南海の鉄道線と連絡運輸が実施されている。また、 南海和歌山高線の列車がフェリーの接続を考慮したダイヤになっているなど、明石海峡大橋海通後も和歌山県経由で四国入りする旅客の便を考慮しており、鉄道との結びつきが強い。1995年1月に発生した阪神、淡路大震災で山陽新幹線や山陽本線が長期不通となった時は四国内の交通と合わせて、 四国の他地域と関西伊東を結ぶ迂回ルートの一つにもなった。明石海峡大橋の開通以降は、東京経由の高速バスには、便数や所要時間の面で対抗しきれていないが、神戸淡路鳴門自動車道経由では、高額な通行料金が必要となる大型トラックや、自家用車のほか、四国から関西国際空港へ向かう利用者に焦点を当てた、利用客の増加に努めている。 他にも各種割引制度の導入やスピードアップのほか、南海本線と和歌山高線の直通列車を運転するなど、グループを挙げて可能な限りの対策が取られている。なお、同じ南海グループのバス会社も徳島県内各地と大阪市内や関西空港を結ぶ高速バスを運行している。2007年2月に南海アージラインが廃止されたことに伴い、南海グループでは、 唯一の航路となった。南海フェリーの前身である南海汽船時代も含めて歴史をまとめる。いずれも可客船。船内には普通船室の他にグリーン席が設けられている。またドライバー室も設置されている。フェリー徳島港を出港するフェリー剣高速船2019年10月1日、現在。詳細は公式サイトを参照。 長さを基準とした体系となっており、運転者1名の旅客運賃を含む、近年廃止された優待制度と南海電鉄主要駅の自動券売機では、鉄道とフェリーを組み合わせた乗車線券を発売している。また、徳島港の窓口では、フェリーと鉄道を組み合わせた乗車線券が販売されている。ただし、自動券売機では、南海本線、高野線、 空港線の乗車券のみ購入できる。2009年7月18日から8月31日まで、和歌山県と徳島県及び南海フェリーが、それぞれ1億円ずつを負担し、高速道路におけるいわゆる1000円高速などの料金割引に対抗した、運賃割引の社会実験を行った。この実験では、条件を満たした乗用車について、 自動車高層運賃を1000円としていた。その後、この結果を踏まえた割引を、同年9月1日から翌2010年3月31日までの土曜、日曜、祝日及び年末年始にも行った。割引にあたっての主な条件としては、6メートル未満の軽自動車または普通車であることや、和歌山、徳島いずれかのナンバーであること、または、 他の都道府県ナンバー装着者で和歌山か徳島のいずれかの県内にて宿泊したことを証明するものを持参することとしていた。南海フェリー本社和歌山港の乗り場徳島港の乗り場2011年1月、和歌山徳島航路活性化協議会が企画し、和歌山市在住の萌え際かがデザインした和歌山県生まれで和歌山県育ちの女子高生という設定のキャラクター、高野キララが 翌2月には、和歌山県生まれで、徳島県育ちの女子高生という設定のキャラクター、や山いが、それぞれ発表された。この二人は幼馴染みで、現在も文通などで交流を続けているという設定となっている。なお、それぞれの名称は発表後に行われた公募で、決定された。ありがとうございます。